はい、どうも。はい、どうも。メイヘロさんです。おはようございます。はい。えっ、ー、と、田舎でございます。はい。で、えー、ニュース一本。えっ、ー、と、西食品がですね、カップヌードルの店頭価格一部引き上げを強要というところで、えー、ドッキン法に引っかかるのかなはい。あ、そうですね。はい。ドッキン法に引っかかるということで、えー、公正取引委員会が近く警告へというところでございます。はい。 まあ何度も言うてるというか、まあ、ちょっと前にねあの、まあ、なんだ価格交渉、価格転嫁が、えー、あんまり進んでないような企業一覧みたいなのを経産省が出してで、えーとまあ、そういうところが、まあ、何社か僕も出したと思うんです、一条小物店であったりとか出したと思うんですけども、あのまあ、言ってることは変わらずなんですけども、価格転嫁を、えー、きちんとおできない。 ないとですね あの、あまあ、ちょっと違うか。まああ、ちゃうな。えー、まあ、あの、回り回ってね、えー、言うたら自分の会社に不利益になるということを、まあ、認識した方がいいんじゃないかなと思うんです。あの、やっぱりまあ、えー、今あ、ドラッグストアであったりとか、えー、大きいディスカウントスコア、ストアがですね、あの、どうしてもその、おまあ、価格競争の関係もあってですね、あの、まあ、カップヌードル、う、しっかり、 えー、いろんなインスタント食品がです、ねえー、値下げ、えー、してくれよと。 いう中で、ええー、まあでも、今、原材料費も上がってるから、いやいや、無理なんだ、というふうなところの、まあ、しのぎを削るところは分からんでもないですけども、日清食品ほどでかい会社であればですね、その一声が、あの、言うたら相手をビビらせる一手になる可能性があるということを、ええー、認識しろよ、というところでの、ええー、まあ、なんかこういう指摘なのかな、というふうに思ったりするんです。で、ええー、やっぱりこう、どこらかしかに、こう、力を入れて しまうとですね回り回って自分の会社のファンが減ってしまうということにはなってしまうと思うんですよ、再販価格を、まあ、言うたら、えー、上に上げろというようなことに関して、えーまあ、の飲んだとしてもですねそこの、まあ、ショップに関してはやっぱり、いや、西さんきついっすわっていうふうになるし。<laughs> で、まあ、回り回って、そこの従業員さんだって、えー、日清食品さんの、まあ、言ったら、えー、ファンないしは、まあ、購入をお好きな方、ああ、たくさんいらっしゃると思うんで、そういう人が、どん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 アンチになっていくと、えー、言えたら、長い意味で見るとね、あまりよろしくないんじゃないかな、というところで、まあ、でも目先、やっぱりもう、あの、営業で数字を追いかけたりとか、えー、まあ、売り上げであったりとか、利益であったりとかを追い求めるのが、まあ、言うたら、ああ、社員の目標、 なのでそういうことをやりがち、えー、やりがちというか、やれる環境にあれば、それに手を出すっていうこともあるんでしょうけれども、なんかそういう、別長期の目線を持ってって言ったら、なんか経営者のおっさんのなんかタワゴとかみたいなところもあるんですけども、 まあ、その辺のところ難しいところかもしれないですね。そういう意味では。目先、やっぱりそんな、あの、ディスカウント、ディスカウントって言ってくるところにはおろしたくもないし、えー、いろさなくても別に他で売れるし、みたいなところもあるじゃないですか。なので、えー、なんかそういうところで、やっぱりまあ、あなんですかね、ね、ちっこくできなかったり、まあ、あるいはその部で、えー、そういう方針でっていう形でだったら、まあ、あの、一社員がね、あの、反抗できるような状態じゃない。まあ、少なくてもこれが状態化 ないし複数件見つかったから多分独禁法で引っかかるうんうんっていう風に言われてると思うんですよ多分一件二件でここまでならないと思うんで だから、ま、状態化してる実態みたいなのが見えたんでしょう、というところなんで、別に一社員の責任とかではないんでしょうけれども、え、まあ、そういう、言うたら、周りはって自分たちの感を減らす行動にも繋がりかねへんというようなことは、あまりやるべきじゃねえな、というふうには思うところでございます。やっぱこうやって記事になって、で、ある程度見られたりするとですね、やっぱちょっと企業イメージですよね、え、無形資産のところがですね、ちょっと、ま、既存する、摩耗するところがあると思うので、そういったところも、 もうまあ、大きいいいい会社にななななればですすね注意しないといけないんだろうなと思いますただね、株価に関してはその日別に下がってたわけでもないんで、まあ,あまあまあ、そうか、株価とはまあ直接関係があったりなかったりですからね。えー、あの、日清食品の株主だったんで、なんかこのニュースはちょっと残念やったなというふうには思うんですけれども、まあ変わらず僕はあの、カレー飯大好きなんでですね、えー、日清食品さんには頑張ってもらいたいなと思いますし、多分ね、まあ、あそうか、ディスカウントショップとかの方は まあやっぱね、下げて下げてっていうふうに言うか、まあでも消費者目線からしたら別にコンビニで、えー、僕は全然か、あの、あれですよ、カレー飯とか買うんで、ある程度高くてもですね、うまかったら買うんで、はい、なんかその辺のところですよね。えー、いや、ファンは別にそんなめちゃめちゃね、あの、値下げの価格じゃなくてもですね、美味しかったら買うんで、はい、あの、めげずに頑張っていただけたらなというところでございます。はい、以上です。